皆さんこんにちは、マネルグルビッシュです。では今回は提督の決断法バブギット棒の岬沖海戦ヤマト特攻リベンジ、続きをやっていきたいと思います。前回はね、超赤木が撃沈されてしまって、その航空戦力の回復に、一苦労していたというところでね、プレーをしてきたわけなんですけども、今回は少し時間を進めてですね、なんとか逃げ目に逃げて逃げ回ってですね、超加賀の方に130機で補充合わせて145機の航空機を用意しました。で、前回の反省点を生かしてですね、防空艦を、5隻追搬させています。第一艦隊ですね。で、従順が3個入ってるんですが、これは離脱させて、敵艦に突撃をかけてもらいます。で、第三艦隊はですね、これは逃げ切り用の艦隊で日本近海を守ってもらう艦隊で、第四艦隊がですね、高速艦で全て埋めています。ご覧のように高速従順と高速軽順からなる高速艦隊という位置づけですね。これで一撃離脱、一撃離脱はできないと思うんですが、とにかく敵に近づいて魚雷をぶち込むと、敵のね、圧倒的な航空戦力、あるいは戦艦の砲撃能力の前に、魚雷が当たる距離まで近づけずに、撃沈されてしまう艦艇が多いという反省点を生かして、とにかく足の速い艦艇、高速艦42ノット出るこの高速艦で敵に近づいて魚雷をぶちかまして敵の空母を沈めるという、ある意味特攻艦ですね。で、特攻艦といえばやっぱり特攻型の潜水艦、これも配備済みという状況です。あとですね、お金がだいぶ余ってきているので、インド洋、ここに飛行場3つ、でマラッカはもともと飛行場3つありましたので、レイテにも飛行場3つを建設中です。お金をね、余らせておいてもしょうがないのでというところですね。ではなんとかね、絶対防衛ライン確保のために小笠原を取りに行きます。1回で取れなくてもいいので、2度3度と攻撃をかけていく中で小笠原を取りたいなというふうに思っています。では時間を進めていきます。戦力比較を見ておきましょう。敵は第4艦隊、ここは空母がいない、しかも戦艦ばっかりだ。フランクスっていうのが、これが駆逐艦か爆雷を装備してるね。こいつだけ要注意だな。あとはこの軽巡も爆雷を装備してるので、この2隻第4艦隊からこの2隻要注意ですね。第14艦隊、うわ、正規空母が3隻レイテ、こちらが艦載機の数は86、設計段階から空母として、計画された最初のアメリカ空母。確かに見た目もシュッとしてますよね。レンジャー型正規空母レイテ、さらにこちらもレンジャー型の正規空母ですね、レイクシャンプレーン、同じく86機搭載してます。で、これもレンジャー型の正規空母ですね、リプライザル86機。そして第3艦隊、ここは戦艦2隻に SX 級の正規空母が1隻100機搭載してる、さすがだな。さらにハンコックですね。で、護衛空母のバターン、護衛空母のバターンはもうずっといるね。そろそろ撃沈してあげましょうという敵の陣容です。では小笠原沖海戦始めていきます。まず味方の空母の位置ですが、できるだけ離れておきたいのでここに配備しましょう。で、日没後で空母は早々に離脱しましょうと同時に攻撃機を飛ばします。まず敵のね、航空基地を無力化しましょう。
で、高速艦は敵の位置が分かるまではその場で待機。で、そうだな、潜水艦は半分をそのまま待機させて、半分は索敵代わりに委任しちゃいましょう。で、空母からは索敵機も飛ばします。で、防空艦を除く従順艦隊を、まあ従順3隻ですね、艦隊というか3隻を少し前進させておきます。で、空母を取り巻く形で、防空艦を動かしていきましょう。では時間を進めていきます。まずは確実に敵のね、航空基地を潰しちゃいましょう。ここにある航空基地、まあ数は多くないですね。護衛11、雷撃が11、偵察が2、直縁が10なので、まあ一撃で終わるとは思います。あとは敵の空母をいかに早く見つけ出すか。敵の偵察機の位置、この辺に敵の艦隊がいるな。 OK だ。敵の艦隊の位置がだいたい知れたので、そしたら高速巡洋艦を使っていきましょう。高速巡洋艦で敵の夜のうちに忍び寄る。1回で攻撃が終わらないかな、この感じだとね。高速艦隊は、まあ、装甲はベニヤとは言わないまでも、鉄板ぐらいなんで、敵のね、航空基地からの砲撃で、簡単に傷ついてしまうので、まあ、できればね、基地航空隊を潰して、砲撃もせずに、確実にね、航空隊で、空母からの艦載機の航空隊で蹴りをつけたいですね。さあ、高速艦隊、足を速めていきます。敵の偵察機に発見された。か？いや、なんか見つかった感がない。何なんだ？夜だから見つかんなかったかな。これはこれでありがたいな。では確実に守れるように、盾となるために駆逐艦には動いてもらいましょう。で、従順艦隊で敵の基地攻撃を継続します。高速艦隊はそのまま南下を行っていきましょうか。空母の方はどうする？ちょっと悩ましいな。航空隊を敵の基地攻撃に出すか。まあ、基地攻撃だな。もう一回基地攻撃しておきましょう。確実に仕留める。了解。少し空母を南下させておきます。航空隊発艦だ。敵の爆撃機が来てるな。まあ、爆撃機だったらでも当たらない可能性あるからね、こっちの足の速い高速艦であれば。さあ、敵の艦隊の位置を知りたい。了解。味方からは爆撃機が飛んでますね。これで敵の基地は破壊が完了すると思います。
敵の爆撃機が来てる。大丈夫か。いや、味方の爆撃機だな。こっちだね、問題は。敵の位置を確認する。こっちから来てるね。そうなると位置を変えていきます。これはたどり着けるのか。ちょっとそういう不安が出てきたね。高速従順艦隊が早くも傷ついてるからな。敵の砲撃が閉まってる。ちょっと照らして位置を確認しましょう。いたね。さあ足の速さを生かしていくぞ。巡回が仕留められちゃったな。高速従順でしたね。仕留められた。敵の位置も知っておきたいからな。敵の位置が分かった。ここにいるね。敵の空母がここにいる。となれば味方からすかさず敵空母の攻撃に入りましょう。と同時に、高速艦隊は敵空母に接近していきます。さらに待機させている潜水艦部隊もここで送り込んでいきましょう。これは高速艦隊がいかに敵をダメージなく仕留められるかというのもすごく重要だな。もう誘導魚雷にはなってるので当たりやすくはなってると思うんですよね、攻撃が。さあ味方から航空機が飛ぶと同時にこちらも敵の空母を狙っていく。さすがに足が速いね。注意しとかなきゃいけないのが空母の方にダメージが出ないように気をつけなきゃいけないですね。空母の方はちょっと上へと退避させましょう。いやー、空母退避ってわけにもいかないもんな。空母はこの位置だな。で、敵の潜水艦部隊はなんとかしてですね、なんとかして敵の潜水艦部隊を相手にしてもらおう。敵の戦艦部隊を相手にしてもらいましょう。高速艦隊が敵の空母を仕留めてもらわないと話にならないからね。ただ高速艦のここまでの戦術的な運用は当たってるな。うまくやってくれてるよね。やられてはいるものの敵の空母を仕留めているので、まあ、ここまでの戦果は予定通りと言っていない。では敵の次の空母にめがけていきましょう。
で、味方の方はちょっと怖いね。敵の他の空母の位置が分かっていないので、高速艦隊はもう残った敵の、残存兵力は置いておいて、続けて北上しましょう。この辺りに敵の空母がいる。バターンもついにここで撃沈だな。よし、ここに敵の空母がいる。この空母を仕留めたいですよね。あとはちょっとと心配なので、味方の空母は退避させましょう。了解。で、航空攻撃が可能になったら敵の空母を狙う。高速艦の運用がここまでは当たっているので、この敵のね、空母にも、新たな敵の空母艦隊にも一撃を加えに行きます。で、あとはこいつらがしっかりね仕留めてもらうと。了解。了解。撃て。了解。では敵の空母に向かっていきます。潜水艦部隊がちょっと怖いね。さあ、敵の空母を仕留める。敵の戦艦との打ち合いは避けたいな。高速艦はできればね。さあ、射程に捉えたら一気に敵の空母を仕留めていきます。で、ここにいるのは敵の戦艦部隊と見ていいよね。敵の戦艦部隊を相手にするのは潜水艦部隊で、相手をしてもらってる間に味方の爆撃機が飛んでるので、この爆撃機で敵の空母を仕留めましょう。よし。と従順艦隊の方のね、高速艦隊の方の、まあ、損害、ダメージが増えてきているのが、まあ、気になる点ではあるものの、まあ、このまま行きましょう。了解。甲板さえ大破させれば、空母などただの鉄板ですからね。了解。できればやっぱりね、魚雷を当てたいんですけどね。魚雷を当てるにはもうちょっと接近する必要があるな。
さあ、残りが軽巡だけになっちゃったのかな、この感じだとね。さあ、いよいよ高速艦隊の最後のね、突撃になりそうだな。ちょっと足が止まってる。そしたら、ちょっと待ってね。あんまり良くないことになってるので、急いで対処しましょう。こんなところで、潜水艦、いや、敵の戦艦がいるとは思わなかった。ちょっと待ってね。こいつらで仕留めないとまずいぞ。いやー、空母がダメだ。空母撤退させよう。急いで撤退だ。いやー、迂闊だったなー。めちゃくちゃ迂闊だったわ。もったいなかったねー。ここはもったいなかったなー。従順艦隊は壊滅しましたね。残念ですが。防空艦の方で、まあ、一隻でも多く仕留めておきましょう。まあ、防空艦もね、一応魚雷は持ってますからね。魚雷を最後にぶち当てていきましょうか。ちょっと敵のね、艦隊を仕留めきれなかったかなという感じはするかな。さあ、では残りはじゃあ時間を進めていっちゃいましょうか。さあ、小笠原沖取れなかったですが、敵にも大損害を与えているので、いや、ただ第4艦隊高速艦隊が壊滅か。香川大丈夫だね。ノーダメージでしたね、香川。いや、香川ノーダメージだった。なんか危ない雰囲気があったんで撤退させたんですが、いや、次の戦力がないな。
高速艦が一隻だけだもんね、できたのがね。まあちょっとまたじゃあ乗せますか、超過ガニ艦載機を。もうこれぐらいしかやってあげられることはない。で、小笠原沖はどうなってる？小笠原沖は、いやー、第一艦隊とかまだ健在だもんな、第二艦隊。第三艦隊は撤収しそうですよね、このあたりは。いや、これ厳しいなー。小笠原沖攻略のタイミングがちょっと早かったかな。ちょっと一旦、ごめんなさい、タイムリープをさせていただいて、時間を戻してですね、空母にもうちょっと艦載機を乗せて、二隻体制になるまで逃げ切りをちょっと頑張りたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか？ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。